いやあ、せつなけいすきだよ。今回もやっていきます。怖くないほいっす、ほいっす、ほいっす。パッパラッパーの、弥生と戦って、勝って、情報をもらって、かつお節。3階にかつお節があるんで、それを取りに行くというのが私の使命だ。とりあえず一つ貝をいなければならない。恐ろしいことですね。そう、やすやすと。コンペイトじゃないわコンペイトに引きずられすぎやん。かつお節、かつお節、かつお節が手に入ると思いませんかね。まだここを塗装されてる。3階のどこにかつお節があるかっつうのが問題ですな。中途半端なところにあるとか言うんだよ。あ、そういやこれ何なんだ、結局何なんこれあ、そうか、パスワードがどうとか言ったな。1533がなんかわからん。1533。1533。あれ？これがあれやな。うん。そうだった、そうだった。マリエだったっけ？殴られになったんですな。まあ、そんなことよりもさ。カツオ節だよね、カツオ節。世の中、カツオ節がよね。カツオ節があったらご飯何杯もいけるよね。いや、俺、カツオ節でご飯食ったことないわ。やっぱ、パスワードなんやな。あ、こっちじゃないし。パスワードとかんからには、多分この先進まんと思うよな。パスワードを解いた先に、ある的な。この数字か。この数字が何かっつう話か。1533ってこうあるんやけどさ、これがヒントのはずないんやけどな。パスワードを入力せよで1533ってくる。1と5と3の数を数えてみる。案外そんな感じかもしれんな。1がここで1つある。ナッシングナッシング。あれ、1、他にないんか。あれ、1個だけもしかして、ああ。合計で4つあったな。この6つのテーブルのうちで、合計4つ。ってことは多分1は4だと思うよな。次、5行こうか。5、ここにはなしで。で、ここに2つあった。で、あ、2つだけか。OK。次、3。3択3あったな。これで2つで。4つか、これで。これで5つになって。7つじゃ。つまり4277だと思われる。俺の予想。どうだ？よっしゃー！予想通りや。一発目で正解ですよ。これが刹那休息ですよ。ネタぜ刹那休息の実力ですよ。スーパーフリープレイヤーですよ。で、これ、かつお節でこれ。かつお節でこんなんか。カツオ節でこんなんか、カツオなんか、叩きみたいにした感じじゃないんか、これ。カツオ節ではないな、節ではないぞ、これ。ほら、カツオだった。節ではなかった。カツオ節じゃないから、これじゃあ多分ダメなんだろうな。それ、私のご飯、あ、マッキー、マッキージュニアってなんだ。このマキっていうはね、前作に出てきた4人のうちの1人なんやけど、マキジュニアってないやね。コウモリになってるかな。4匹相手に戦うんだ。え、こいつ。いや、やべえ、セーブするの忘れとる。ここで死んだら、ちょっと、帰ってくるに時間かかるな。絶対負けたくないわ。けど、どうすればいいんや。マキ本体に攻撃すればいいんか、ジュニア一つ押していけばいいんか。けど、ジュニアがなんか、
なんでジュニアがおるかって考えたらジュニア攻撃の方がいいかな。お、一撃倒せるんだよ。だったらもしかしたらジュニア4体とも倒したら本体も消えるんじゃないかな。それにかけてみよう。これでラスト。ファイヤー、どうや、どうや。ああ、凶暴化した、凶暴化した、凶暴化した。だって凶暴化するんかい。あかーん。裏書きすぎた。凶暴化するんかよ。完全に俺の思ったこととは逆の方向を行ったでないか。出たー。これは多分あれじゃないかな、ジュニアほっとけばいいんじゃないかな。ジュニア自体攻撃せんかったけん、別にマキと1対1でも問題ないと思う。え、残機2ってことかしら、どこかしらって言うたら、何見えた、ヒヤー、残機1ってどこかしら、ヒヤーって言いながら、それつまりあと1回殴ったら倒せるからな。残機0しかない、ヒヤーとヒャホーボー、ヒャホー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 。あ、残機0でも死んでないんかよ、どういうことやね。もう敵の攻撃力はそんなに、ほら、ジュニアの方が暴走した。ちょっと、ああ、ちょっとちょっと、手数多い手数多い手数多い、あ、手数多い手数多い手数多い、あかんあかん、ああ、わかった、多分ジュニアを3体倒した状態でマキを倒せばいいんだ。そうすれば凶暴化するジュニアは一体だけや。それだ、それしかないわ。今度こそやるぞ、こら、お前の弱点は知っとるんじゃ。まずはマキジュニア A をしねえ、バクさん。そしてマキジュニア B、 お前の番だ、バクさん。マキジュニア C はあえてとこし G 行くぜ、バクさん。この状態でや、この状態でマキを叩けばいいんだ。ザキに、ザキキス、ザンキキレで、この状態でラストを、たこれでよし。じゃで、マキジュニア1体分の攻撃なら多分耐えれるぐらいの HP なんだろうな。その前に俺が一発入れてやれば勝ち、こういうことだ。なるほどな。ひょえー、あたし負けちゃったー。ひゃー。うるさい。ごめん。君も幽霊なの？そうだけどー。ひゃー。あたしのカツオー。僕が探してるのはカツオ節だから、カツオは取ったりしないよ。ほんと？よかったー。弱肉強食の理論で負けたは私のご飯をなしかと思った。弱肉強食っていうのはさ、弱い人間が肉になるんであってさ、弱い人間の肉を奪うわけではないんだよね。というわけでな、弱肉強食の理論を働かせるんだったらな、マッキー、お前が食料になってもらうぞ。まずそうだから食わんけどな。ねえ、カツオ節の場所とか知らない？知らなーい。あ、何のための部屋だったんや、ここは。他の部屋を探してみよう。なんか骨折り損のくたびれ儲けレベルの話でしたね。3回目でようやくクリアしたかと思ったら、特に何の成果も得られませんでしたの状況ですよね。だとしたらどうする？今のイベントでもしかして左側開いとったりするんかな。アイドルは予想通りだったわ。こっちはなんか一人だけなんか違うおじい様がいますけど、なんかいかに一代おじいちゃんっていうか、もうなんつうか一世帯に一代いかに一代おじいちゃんというか、なんか一つの町一代ぐらいしかなさそうなリッチなおじいちゃんがいるよ。ほら、高級品ですよ。高級品はなんかすごいな、ごついな、これ。
他のものと比べ物にならんぐらいにおじいちゃんっぽくない。おじいちゃんというよりかも千人って言った方が当てはまるぐらいの見た目だ。ん？何か落ちている。さくらんぼ。なんなん、なんでさくらんぼこんなとこに。愛し合う歌。またお前らか。触ったらあかんの。今回の触ったらあかんの。ぶ吹き飛ばされたんか。嘘やろ。私さくらんぼもう一回の状態になってしまったよ。本当に本当にさくらんぼ取ってくるときにもう一回の状態が来るんだよ。よいしょ。あの絵調べてこう。なんかあんま悪くなかったな、今の絵は。何の絵かは分からんけど、別に変ってことでも。ん？床が見えない部屋？そんな部屋あるん？ちょっと待って、そんな部屋あるん怖いですよ。怖いですよ。壺が浮いてるしね。え？ああ。床が見えんでもさ、こんな感じで別に落ちたりはせんのや。よかったよかった。よかったけど、壺の方に行きたいんですけど、壺の方に行きたいんですけど、くそ。どう行けばいいかな。こっちじゃない。こっちじゃない。どっか道はないんですかね。お、いいだ。コンペイトーか。コンペイトを全部集めたい系実況者やもんな、俺。初めて聞いたな、その名前。こっちか。こっちっぽいな。こう行って、こう。よし。あと一歩、あと一歩なのに。こっちか。ここじゃなかった。じゃあ、こっちスタートの方か。あれあっちの壺は喋れんのかな、たどり着けんのかな。あれ、ダメなパターン。あと一歩のパターン。あれはダメなんかな。そもそも取られんように道ができとんかな。行けへんな。行かせてよ。調べさせてよ。そういうことならもうスルーして先に進みたい。が、先に進む方法もいまいちわかりません。真っ暗ですな。こっちっぽい気がする。で、こっちは壺の方やないかい。やばいな。こういうの苦手だわ。あ、なんかこっちに近づ、あと一歩。どうやって行けばいいんだ。どうにかして道を見れるようにする方法とかもあってほしいところではないのかな。なんかアイテム。さくらんぼなんやねん。なぜか落ちていたで、なぜか拾ってしまったんわ。なぜか落ちていたならいいけど別にさ、なぜか拾ってしまったやん、それ。それがなんか。こっちか。お！ここストレートに行けた。と思ったらここで止まった。どっかで曲がる道があるはず。よし、ここじゃ。近いぞ。よっしゃー。なんこれ。え、カツオ節が4つ？カツオだけや。カツオだったわ、普通に。カツオ多いな、この家。ポピピ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 ー。ポピよー、お前、生きていたのか。いや、振動で知っとるわ。貴様まで、俺のことを。うっ。お前は、ウェヒマルを、よくも。どんな声だったっけ。ポピーってわけ。俺は何もしないさ。あいつが望んだ運命なんだよ。くっ。なあ、君。君をパーティーに参加してみないか。とっても楽しいぞ。そんなの参加するわけないだろ。ポピーポピピピピピピポーピピピ。ならば力
力づくで参加させるのみだ。ポピオ来た。なんかすごいなこのポピオ。なんかこんなガンシューティングの、ゾンビのガンシューティングでさ、こういうボスがおりそうな気がするんやけど、なんか顔がピエロっぽいんですけど、別に慣れていくけどね。ん？破壊完了、え、超破壊起動法チャージ完了でもこだんで何？ポピピピピー、これでてめえを焼き尽くしてやるぜ。なんとね、ルール説明とか出てきた。超破壊起動法ポピオが使おうとしています。チャージが完了し、発射された起動砲を食らってしまうと阻止します。急いで倒しましょう。分かってるけどさ、分かってるけどさ、敵強いやん。急いで倒しましょうじゃないやん。あう、どういうこと起動砲を使う前に終わらされたってないか。どうすればよかったのこれ。はい、というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週上げ。